暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手の鳴子です。今日は稲本粒子訴訟1、和解を切られて決定。切られて決定、どっち？まず稲本粒子さんという人がいて、僕に対する名誉毀損発言をずっと繰り返していたんだ。その発言内容からまず見ようか。連合赤軍、オウム、統一教会、暴力団のような単者、ゆすりたかり、ペテン師、詐欺師、悪、金をむしり取る、腹黒いもぐろ福蔵、三下ヤクザの落とし前、民房の女で脅迫してたヤクザと同じ。普通ならアウトだと思いますが、最近は司法の暇づらわり増しでセーフになるからな。ちなみにもぐろ福蔵って何ですか？最近リメイクしてた気がするけど、藤子 A 不二雄の作品、笑うセールスマンだね。アニメ版が印象強い。民房の女は暗殺されたという噂もある伊丹十三監督の映画だね。昭和に流行った。笑うセールスマンも伊丹十三もどちらも昭和の流行だから昭和生まれなんじゃないかな。年齢とか知らないけど、自分で1981年生まれって言ってますしね。そうなんだ、知らなかった。興味なかったし。私みたいなフェニキシウォッチャーにとっては基本ですね。稲本くんはモブだと思ってたので、訴える前に50万円で和解してもいいよ、和解じゃないなら訴訟するよって内容証明は送ったんだよね。なるほどですね。そしたらこういう回答だった。主張を承認することはできない。削除はする。削除をしても責任を認めることではない。じゃあ訴訟ってことですね。で、これが和解を蹴られたと。じゃあ和解を蹴ったとは？だから提訴したんだけど。だけど訴訟が始まったら50万円払うなら和解できるかもって連絡が来た。はあ、なら最初から和解しておけばよかったのでは。判断が遅い。あと訴訟の提起にかかる弁護士費用分は増額しないと同額での和解にすらならない。和解打診の内容証明にもここで和解なら50万円だけど訴訟になったらもっと高くなるよって書いておいたんだけどね。50万円で和解できるかもなら最初にそこで和解しておけばいいのに。なんで？知らない。僕が訴訟せずに諦めると思ったんじゃない？いや、散々訴えてきた実績あるでしょう。あとはそうだな、この和解断りますの返事は本人から来てたんだけど、今回の50万円で和解できるかもって返事は弁護士から来てたのね。本当に訴訟が来たから弁護士に慌てて相談に行って相談したら、これは50万円で和解した方がいいですよって言われたとか。いや、普通内容証明に返事する前にまず弁護士に相談してから決めません？なんで訴状が来てから？判断が遅い。ロジカルハラスメントですよ。違憲論評だと思います。で、一応聞きますね。50万円で和解するんですか？え、50万円で和解するわけないよね。ですよね。まあ50万円の和解金より軽くなるか重くなるか裁判できっちり判決までやりましょう。僕は司法に委ねたいと思います。最近の司法の暇づらわり増しなら棄却かもですよ。司法は生きてると信じるしかないよ。それでは稲本粒子さん、大変よろしくお願いします。